どうもタブヤンです。ついにこの日がやってきました。キングオブキングスリメイク版、去年のね続きをやっていきたいと思います。2020年続きやっていきましょう。まだねキングオブキングスを見たことがない方、よかったら、説明欄の再生リストから見てみてください。リメイク版なんですけども、シナリオモードというのがあって、そちらはもうクリアしております。そしてマルチモードをプレイしております。さらにこのゲーム、ファミコン版が元祖になってまして、ナムコさんのシミュレーション、ファンタジーシミュレーションですね、よかったらそちらも見てみてください。もうねファミコンで一番好きなゲームなんでね、噛みましたけどね見てみてください。キープノースコーストトリプルスモールパッケージは去年クリアしました。2019年かな。今回はその先、マルチマップが、マルチモードが、全部で12マップあるんですよね。これ1個ロードブリティッシュソード&ソーサラーとか、これこの辺がねファミコン版の、マップですね。リメイクで、でここからマイトイズライトからロストウェイまでの3つがこのリメイク版のオリジナルになっております。このリメイク版なんですけど、ナムコアンソロジー2というプレイステーション1のソフトの中に収録されているソフトの一つになっております。ちなみに私はダウンロード版でプレイステーション3で、ナムコアンソロジー2を起動してプレイしてます。なのでコントローラーはプレステ3を持っております。さあ行きましょうか。湖の小国、今回から戦いたいと思います。行くぞ。生産力っていうのがありまして、この一番上のエスパーダというのが私の国になります。そして4つの国が争って、敵をの城をね占領すれば勝ちということになります。まあコンピューターより私の方が強いですから、自信過剰な面ありますけどね、生産力を、倍にしたいと思います。コンピューターの方がね。いくぞ。これによってね、町とか城、町をね占領することでお金が入ってくるんですけど、そのお金がね、100っていうことは、この一つの町を占領すると100入ってくるんですけど、コンピューターは倍の200入ってくるっていうねことになります。ちょっと待ってよ。ごめんなさい、操作確認してます？私の顔邪魔で。さあ初めて見る方にもね一応ね紹介しておきながら、今回はね、プレイしたいと思います。まず全体マップ確認ですな。全体マップ確認ってどうするんだったかな。ミニマップはね多分なかったのかな。はい、戦況報告こちら、城は全みんな一つずつなんですよね。で、町がありまして、中立の一番下の中立の町が42個あるので、それを奪い合う感じですね。予算は最初は1500ですけど、次のターンからは町の数 ×100 プラス城の分だから、まあ私だと400入ってくるのかな、収入がね。コンピューターはそれ ×2 で倍入ってきます。まあコンピューターよりも町の数を多くして収入を増やして、そしてこのね、お城で
人とそれから妖精たちをね、妖精たちとかドラゴンをやドラゴン族かを雇うことができます。まあ、最強のドラゴンなんか4000もかかるんですけど、ファイターは120っていうね。それからナイト、ソーサラー、モンクとかね、いろいろいます。で、一番の特徴が、このゲームレベルが上がっていくんですけど、妖精たちはレベルが最大10なんですよね。レベル10になると王冠がつきます。最大レベルは10です。だから経験を積むことで、まあ言ってしまうと、これ例えばファイヤーエムブレムとかシャイニングフォースみたいに一人ずつの名前とかはついてなくて、まあなんて言うんでしょう、悪く言えば使い捨てのユニットたちなんですけど、まあ、レベル1から始まってレベル10まであるっていうのがこの醍醐味になりますね。大切に使いながら、傷を癒しながらね、育てていくということになります。そしてさらに、このだから妖精たち、ドラゴン族たちはレベル10が最大なんですけど、人族はさらにレベル10になるとクラスチェンジというのを2回しまして、ドラゴンボールで言うとフリーザーの第3形態みたいなね、感じまで強くなることができます。もう第2形態で十分強いんですけど、第3形態になると、もう最強のユニットになることができます。それがナイト、ソーサラー、モンクのこの3種類ですね。この人たちはクラスチェンジができます。それからファイターはね、このゲーム、勝利条件なんですけど、このキングがお城に、私のこれキングですけどいます。城を取る、もしくはキングを倒せば勝利となります。だからキングさえやられなければ大丈夫で、キングの特徴なんですけど、まあ、結構強いんですけど、ファイターとナイトに弱いという特徴があります。なのでファイターは一番ね、120で雇える一番弱いユニットなんですけど、キングに強いという特徴があります。これ敵の、コラゾンの赤の城ですね。そして、ファイターはもう一つ特徴があって、街を占領することができます。これが重要ですよね。ファミコンウォーズでいうと歩兵とかになりますね。だからファイターは必ずいりますね。どれくらいファイターを多めに作って、ただファイターはそんなに全然強くないんでね、その辺のバランスが問われることになります。説明それぐらいにしておきますね。詳しくはまあ、わからないことあればコメント欄で、コメントとかしてもらったり、過去の私の動画をね見てもらえればと思います。さあマップ、さあ始めましょう。前置き長くなりましたけどね、最初なんで。湖の小国ということで湖に囲まれてますね。この海はここですね。ここはほとんどのユニットが通れなくて、で川は一応渡れます。だけど移動力かかるけどね。で、空白地がここありますね。はい。で左、北に行くと山、西に行くと、おお、このイエローのキングがいますね。はい。このイエローのキングはこっちに向かってくるしかないんだよね。だから完全にこれ我々がターゲットになりますね。あ、下に行くと空白地の町があります。さらに、おお、結構大都市ですね。で空白の城が一つだけあります。これはキングでないと占領ができません。ファイターだと占領できない。キング自らが移動することもできるんですよね。でも非常に危険です。キングが倒されたら負けですからね。
非常に危険。でも命がけでここ本拠地を取りに行くかっていうことですよね。あとキングはあの人を雇ったり妖精を召喚したりするのは城でしかできません。誰かこの城を取りに行くかだよね。このイエローか私が、もしくはここを東に行くとどうなっている。道があって、あ、緑のキングがいます。緑のキングからすると西に向かうか北に向かって空白地があって、このレッドを攻撃するかだよね。でレッドからすると南に行ってグリーンを倒すか私を狙うか。私が三国に囲まれてる状況で一番不利ですね。状況はこんな感じです。さあどうする。私はいきなり今回勝負に打って出ますよ。文句だ、文句雇います。どうしようかな、ここにしようかな。そしてどうしようか。ファイターでね、ファイター4種類ありまして、あのファミコン版は1種類しかいないんですけど、ちょっと複雑になってまして、剣、斧、槍、弓の武器を、どの武器を装備するかっていうのでファイターが4種類います。まあ、剣は斧に強くて、斧は槍に強くて、槍は剣に強いっていう3すくみになってますね。まあね、いろいろと考察して考えて私は剣ばっかり作ります。そしてプラス弓がね、あの空飛ぶやつに強いんですよね。ハーピーとかね、グリフォンとか。なので私は剣と弓を作ります。斧と槍はもう作らないっていうね方針でいきます。でこれ町を経由すると食料っていうのがありまして、この食料37ってあって、食料がなくなると別に死ぬわけじゃないんですけど、あの移動ができなくなります。で移動ができなくなったら一旦休めば1回分の食料は補充されます。そんな仕組みになっております。どうしよう。ジャイアント召喚。ジャイアントは優しくて力持ち。どうしようかな、ここにしとこうかな。もうお金がない。ファイター、剣、弓、どうしよう、弓にしよう。どっちに行こうかな。これね、南に行きます。そしてなんと1ターン目からキング動きます。この城を今回取りに行きたいと思います。ちょっと待ってね、終了する前にゲームの設定しておきます。占領シーンだけファストで省略したいと思います。さあ行こう。私のターンは終わり。そして、各ね
軍の戦略を見ることになります。まずレッドから。さあ何を作るか、まあ、ファミコン版よりちょっとね賢く、それから考える時間がね短くなっております。ガンガンサクサク動きます。まあ最新ゲームだったらスキップしたらもう一瞬でねコンピューターの処理終わりますけど、プレステ4とかだとね。うわー何それ、全部ファイター、ファイターの大量生産とハーピー飛んできました。ハーピーが2体飛んでくる。ハーピー移動力がすごいよね。空飛んでます。妖精ね。で妖精なんです、この細かい説明は今回1回だけね、初めて見る方のためにね紹介したいと思いますが、次回以降はねもういつも通りというか、チュートリアルなしでねいきたいと思いますので、まあ1回ではね初めて見る方は分かんないと思うので、他の動画、私のね過去動画見てもらえれば、興味があればね見てもらえればと思います。うわーこっちもファイターの大量生産だね。まあ、これ基本の戦略かもな、ファイターとハーピーしか見ていないまだ無難に両方来たね。そしてグリーン、ちなみに敵同士も同盟を結ばせてないので、4国全部自分の国以外は敵という設定になっています。うわこっちもファイターばっかりだ。ファイター弓、ゴブリン作ってきた。ゴブリンはねファイターにも強いですよ。そしてゴブリンとハーピー出てきましたけど、ゴブリン、ハーピー、それからもう一つねエルフっていうのがいるんです、弓使いので、これが三すくみになってまして、ハーピーはまあなんかね三すくみ覚えられないんですよね。で一番覚えやすいのはエルフは弓を打つんでハーピーをに強いっていうね、空飛んでるから落とせるっていう。続きは後ほど。これね文句作りました。文句城に入っていきたいと思います。あと言い忘れてましたけど、キングオブキングス毎週火曜日21時からプレミア動画でこれから1時間たっぷり配信したいと思います。さあキング最短ルートでちょっと行きたいけどね、ここどうする、占領していくか、それかファイターに占領を任せて、キングはもうガチで行くか。自分で占領しながら行くっていうのもな、ちょっとな悩ましいね。これ移動を優先するか占領しながら行くか、どうしようかな、占領しながら行くか。あ間違った、三角ボタンだった。次のこれがユニット一覧ね。はい終了します。早い、自分のターン早い、ちょうどいいわ1回目。でお金ね最初に毎ターン収入が入ってきます。まあ私の倍収入があるからね、コンピューターは。それがまあハンデになります。ハンデを克服してこのマップを統一できるんでしょうか。でさっきの続きですけどね、ゴブリン、ハーピー、エルフなんですけど、覚え方はね三すくみ、エルフを撃ち落とせると。あー攻撃してきた、文句。で初回だけこれアニメーションあるんで、アニメーションをちょっと見ながらね、グロテスクですよ結構文句がやられてる。ハーピー倒したけど、
777。おお頑張った。城がね、地形効果一番高いんですよね。防御力あるから。でもめっちゃ撃ってく襲ってくる。あ、 P2 体が襲ってくる。繰り返しますけど、アニメーションは今回のみで、次回からね、省略したいと思います。もうマップ上でね、結果が出るっていう。あー、文句が5体までやられた。レベル上がりました。あ、エルフ作りましたね。このエルフが弓でハーピーに強い。でそうなると3すくみなので、エルフはゴブリンに弱いっていうことになりますよね。だからゴブリンはエルフに強いっていうことは、3すくみなのでゴブリンは、あともう片方のハーピーには弱いっていうことになります。私はまあそういう覚え方してますね。エルフは弓なのでハーピーに強いと。ゴブリン、ハーピー、エルフね。ゴブリンが、生産コスト、召喚コストね、160、ハーピーが200で、エルフが一番高くて280なんですよね。もう覚えてます。絶妙のバランスっていうかね。でエルフがちょっとコストが高いんで、あー攻撃してきた。うちのジャイアントに、ジャイアントはね、妖精の中でもほんとジャイアン的な、体硬いからね、でかいからね、なかなかやられないですよ。はい、しぶといです。まあ空飛んでるハーピーはそんなに得意ではないですね。うわー、てもう一個ハーピー来た。何これ、モンクが危ない。うちのモンクがやられた。あー、めっちゃやられてる。全滅したらもうえらいことだこれ。うわー、3体までやられた。これマジか。イエローのハーピーまで来ると思わなかったよ。大ピンチ。私の作戦はモンクとジャイアントに城の留守番させて防衛なんとかねしてもらってって思ってたんだけど、モンクがやられちゃったらえらいことですよこれ。まさかグリーンのハーピーはこっちに飛んでこないよね。あ、グリーンはハーピー作ってない、ゴブリン作ってるから。あ、ほんで町占領しましたね今ね。町の上にファイターが乗れば1回で占領ができます。人数がね、小さいユニットは8人、さっき文句とか8人いましたよね。あとハーピーも8人いました。だけど大きいユニットはジャイアントとかは、4人なんですね。どっちかです、8人か4人のパーティーになってます。でね、町とか城で毎ターン回復できるんですけど、人数が倍になります。例えば4人残ってれば、8人まで回復しますし、3人だけだったら6人までしか回復しません。こちらだから3人までやられちゃったんで文句、6人に減ってしまいました。大ピンチ。しかも文句、ハーピーが苦手、霊夢。文句の特徴、ゴーレムを無料で召喚できます。うわ、これジャイアントの位置がここにすればよかったな、城のとこに。最悪だ。最悪。待機しよう。これ時間稼ぎです、ゴーレムで。ジャイアント、まあ、いったなこれ。これ横並びにしよっかな。こうするか。攻撃ジャイアント頑張ってくれ。
んと犠牲なしで頑張って頑張って一匹だけ。きついね。で、あ、ハーピーが追いかけてきてる。ファイターが占領しながら移動しようか。いやでもこれどうする。ハーピー追いかけてきてるな。キングはもう構わず平地行くか。いやまずいよね。こうするか、町乗りながら行くか。いや目いっぱい行こう。目いっぱい平地を行きます。ターン終わるの早い。毎回1時間プレイしていきたいと思います。977か。そしてコンピューターが何を生産するかもね、注目ポイントですね。いや赤の軍団はこれもう無傷で、これうちの城に向かってくるんじゃないの。いや文句が死ぬかが生き残れるかがポイントだね、このターン。ハーピー、敵のハーピー一回退却してほしいけどな。あ、ハーピー同士戦ってくれる。あ、それはありがたい。ハーピー入り乱れております。レベルは上がっております。ジャイアントに来た。あ、ハーピー同士戦ってる。オッケーオッケー、いいよ。その間に文句がねもう一回回復してくれたら。でね、あの回復するのはいいんですけど、お金がかかります。まあ言ってしまえばあの雇う時と同じ値段かかります。あのないとや、あ、来た、文句のとこ来た、やばい、新手が来た。耐えろ耐えろ文句、頑張れ。あー2体もやられた。これ以上はやられたくない。4体だったら次のターン8体まで復活するんでね、もうこれ以上戦いたくない。ゴブリン、ゴブリンエルフを大量に作っているレッド軍、そしてイエロー軍、お金1000もある。羨ましいな。これ一ターンでも早くあの城に、あ、全軍南に向かってるじゃん、やばいな、急がないと。こいつらより先にちょっと右下に見えてるね、我が軍のキングが一人ぼっちで。ファイター苦手なんでね、これやばいですよ、急がないと。これはイエローはハッピー同士で戦ってくれてるかな。あ、ゴーレムね、ゴーレムに、うちのゴーレムに攻撃引いた。ゴーレムね、体が硬くて倒しづらい。倒しづらいはずなのに負けちゃった。そういう時もある。あとね、あの結構ばらつきがあるんでね、戦闘に。それが面白いとこではあるんですけど、結構振れ幅があるんで、戦うたびにね結果は上下します。若干の、若干どころか結構な振れ幅あるんでね。囲まれている。街に入って戦いたいんですけどね、もしやられた時にそのターンですぐ回復するから。ただね、文句を守るためにちょっと寄ってきました。
何そのエルフ3姉妹みたいなの。エルフ3人衆。さらに何を作る。ゴブリンを作る、まあ、ゴブリン、ハーピー、エルフっていうのがコストが安いんでね、あの序盤戦のポイントなんですよね。うわー、ゴブリン3人衆作った。なにセンスあるな。おっと、そしてジャイアントを作った。560かかります、ジャイアント。いやいやいや、グリーンもお金1000入ってくるのか、毎ターン。羨ましいな。なんか手広く移動してるよね。ゴブリン3兄弟はどこに行くのか。中央に行くのか。北に行ってほしいな。ほんでレッドと戦ってほしいんだけどね、グリーン。三国志みたいになんか計略を使いたいけどね。二個強色の計とかしたい。おっと、グリーン、うわー、何、三色のハーピーが集まってきたぞ。珍しいこともあるもんだ。なんだこりゃ。緑のハーピー、なんか人魚みたいだね。こっちも来んのかな。あ、うちのファイターに襲いかかってきた。剣ファイター、弓ファイターだったら少しは戦えるんだけどね、ハーピーとね。やられた。町に入って占領して回復みたいな感じかな。まあいったな。あ、グリーンは文句を作りましたね、私と同じ。さあお金955、まあ、文句の回復費用も払ってるから、よし、文句回復しました、なんとか。何これ。全軍ハーピーか。攻撃よりもゴーレムを作る。でね、ゴーレムの特徴として、あの無料で作れるんですけど、あー、こんな感じで連続して作ると失敗する場合があります。クククククク。しよっかな、これ。ドイツを倒そうか。一番少ないやつを倒そうか。いけ、ジャイアンツ。なかなか倒せない。空飛んでるのは落とせない、届かない。さあ、そしてこれどうしようか。弓ファイターが攻撃するか。攻撃、撃ち落とせい。弓で撃ち落とせい。まあ、キングの護衛ですからね。おい、結構倒しましたよ、弓ファイターなんでね。おお、こっちの損失なし、素晴らしい。で、このファイターはここ占領して一休みしよう。キング一人で行こうか。食料28、ギリギリだな。どうしようか。地形効果の高い森に入って、ちょっと一旦次のターンにここ町入ってとかにしようかな。目いっぱい行くんじゃなくて、ハーピーに攻撃されるの嫌だからね。まあでもハーピーごときにはね、倒されないですけどね。なので目いっぱい行こう。目いっぱい行きます。城に着くまでの辛抱だ。こっちは全然お金使ってないのに、お金が1000もないっていうね、貯金が。奴らは毎ターンお金が1000ぐらい入ってきてる。そし
して占領がどんどん増えて、占領する町がね増えていっております。でも私はもう城にさえ到達すればファイター作って周りの町をね一気に占領できますから、もう少しの我慢だ。奇襲作戦なんだこの色とりどりのファイター、あのハーピーはハーピー祭り。ハーピー祭り頑張れ。文句が生き残ることが最大の条件ですよ。あとね、さっきのゴーレムの話の続きなんですけど、ゴーレム生産して無料でね、まあ1体とか2体作れて最大4体なんです。でっかいやつだから。あ、文句攻撃された。頑張れ。どうなってる。あー、1体やられた。でも1体ぐらいならまだよし。お互いレベルが上がった。あのゴーレムね、4体じゃあ町に入って回復すればいいんじゃないっていうことなんですけど、なんとゴーレムの特徴として無料で作れるけど回復にめっちゃお金がかかるっていうね特徴があります。なので、あ、ソーサラー作った。人族のソーサラー作ったぞ、レッドが。なので回復はしません。お金がもったいないんで。それだったらもう何度も何度も召喚してね作るっていうねことをします。で壁役とかに使ったりねします。ゴーレム回復させるんだったら他の人族雇ったりね、妖精族を召喚する方が有効活用できるんですね、お金を。誰に攻撃してきた。あ、文句に返り討ちにして倒せ。2体だったらやられんな。文句頑張れ。よし、 1,2,3,4,5,6 OK、 返り討ち成功。レベル上がりました。お、ハーピー退却していったぞ。まあね、ダメージを受けたら回復するのがねいいですね。でレベルを上げていくっていうね、槍のファイターかな、レッドのかっこいいね槍ファイター。でもハッピーには弓ファイターの方が強いです。エルフ 3姉妹はどこに行くんだ。うわー、なんか狙われてるな。東に行くんじゃないんだ、キングを狙ってるのか、うちの。なんかヒーローもまだ一切戦ってない。戦力がもう温存されて、あ、文句を作った。高価なユニットをどんどん作っていくイエロー。うわー、ついに1500に到達。お金すごいな。あ、グリーンがどんどん北に向かっていくか。グリーンとレッドがね争ってくれないと私は困るんだけどね。競り合ってくれないと。でないとレッドが強くなりすぎて勝てなくなっちゃうよね。グリーン退却した。こっちは、おお、退却した。新手のハーピーが、あ、北に行ってくれた。よしよしよし、これでキングが少し安全になったね。まあハーピーにやられることはないけどね、何でもいいけど。ファイターとかナイトがね一番怖いので、そこそこ強いんでねキング。うん、でも負けたら終わり、ゲームオーバーですからね。エルフも北に向かってくれるの嬉しいね。いいね。文句も北に行け。オッケーオッケー。さあ何作る。エルフをさらに追加。
句を作ったが文句2体目さあお金が1500超えました。町を占領したからね。ここで状況を見ておきましょうか。各国の町の数6665、ほぼ互角。でも互角そうに見えて実は我が軍が一番少ない、半分ですね。だからコンピューターの倍の町の数を取らないとね、ダメなので、これ南に向かってこの辺りの町も取っていこうかな。で移動の時なんですけど、食料30、一旦この町を押してからもう一回移動すると、これ食料35から40に増えまして、さらに移動するっていう、これ中継ができます。キング食料がない。これはここを占領しつつ移動するか。さらに文句レベル4になりました。ジャイアンツ一旦こっちで攻撃しよう。おりゃ、なんやっぱ倒せないね、なかなか一匹だけゴーレム作りたい、もう何度でも作ろう。なんか毎ターン作ってると作れない可能性が高いような気がするけど、あー作れない。なんかね、な数ターン置くと作れる気がするな。うん、それか運がないか。しまった、攻撃したら分かったかもね。資金1700。まあこのターン終わったら戦闘シーンはもうオフにしましょうかね。スピード感上げてね、こうやって戦って、でそのアフターの結果数字だけ出るっていうね。あとたまに新しいユニットとかが出てきたらアニメーションオンにする紹介のためにね、する感じでいきたいと思います。まあ今互角ですね、4カ国。うわ、何その東ゴブリン全部縦に並んでるの、何気持ち悪い。たまたまだろうけど全員縦、なんかフラッシュモブみたいになってるじゃん全員縦に並んでる。統率がある意味取れてんのかレッド入り乱れております。お、退却していったな。あー攻撃、これ負けるだろうね。レッド対グリーン全滅さすか、しない。ほうほうほう、お互いレベルが上がる。おほー、そっち行く。それはまあ、あ、退却してるやつを捕まえたかった、捕まえたいんだ。まあまあちょっと一息つけましたね、文句ね。オッケーオッケー。文句とジャイアントだけで城を守れるんでしょうか。でももう作戦立案が楽しいんだよね、醍醐味ですね。人それぞれのね作戦ありますから。文句ジャイアントを作ったか、なるほどな。1900か、すごいな。ナイトとか雇えるじゃん。
わ、全軍南に向かってくるか、これイエロー、キング急がないとな。お、ちょっと慎重になってるね。ファイター索敵モード的な動き方してるね。固まって全力で歩くんじゃなくてね、で退却していった。結構ファミコン版とかだと退却せずになんかうろちょろしたりねするとき多かったんですけど、ちょっとは、ま、あの成長してますね、このプレイステーション1版のコンピューターは。ゴブリン対、あ、ゴブリン初登場か。ゴブリンはでもね、ハーピーに弱いんです。ゴブリンはハーピーを苦手にしてるんで。ただね、もう一つあるんですけど、経験値的なものをね、苦手な敵を倒すほど経験値は早く入ってレベルが上がりやすくなっております。なので苦手なや敵と戦うことで一気にレベルを上げるっていうね、作戦、高度な作戦もあるんですよね。うん、高度じゃないけどそういう方法もあります。ほら、ハッピーしぶといな、避けるね。ゴーレムとか作るんじゃないの、文句。さあ何作る。まずはハーピーから。おお、生きて返さない感じですね。これがあるのが怖いんですよね。城の近くになるともう敵がいないと思っても安心してしまったら、城から飛行部隊飛んできたりねしますから。おっと、ソーサラーを作りました。わあ、ソーサラー2体作り、すげえ。これだけで800、800の1600ですよ。すごいな。あ、グリーンがもうだいぶレッド軍のね中央まで来ましたね、これ。さあ、グリーンとレッドどっちが勝つのか。がっぷり高々買っておいてほしいよね。その間に私は体勢を整えるからな。ハッピー対ファイター、やり、お互い決め手を書くんじゃないか、これは。少ないね、食料もまめに補充しないと歩けなくなりますからね。一旦止まらないといけなくなるから。なんだ、あ、ユンクだね。モンクのもう一つの魔法があるんですけど、それが食料回復魔法、ユンクですね。周りの仲間に食料を分け与えます。でも自分の食料は回復しないんだけどね。さあ、待ってきました、6ターン目。さっき言ってたようにオプションでアニメオフにしたいと思います。戦闘シーンをファストで早くサクサクモードでいきましょう。さあ、城まであとわずか。周辺に敵はいるがギリギリ追いつかれない感じ。単独行動、どこにしようかな。
ここか。占領。よし、文句耐えたね。これでちょっとこの、ここのね、森が地形効果高いので、ここに順番に置いていきたいよね。ジャイアントレベルは上がってません。ファイター1匹ここにいればな。なんかね、この辺奪ったりできるんですけど、何度でもレーム行くか。レーム成功してくれ。あ、何度でもダメだね。ちょっともうやめとこう。うん、これはダメだ。ジャイアント横にいた方がいいな。これここにいとこうかな。はい、ここにいた方がいいかもね。文句を支援する意味で。はい、終了。さあ、今回はこのターンで、区切りたいと思います。サクサクモードでね、行きましたね。さあ、次回キング無事に城に入って一気に舞台を展開することができるんでしょうか。まさかの初回我慢に我慢の戦いでしたね。いや、レッドの街がなんか多い気がするけどな。数はどうなってるんだ。最後にかむ。あ、これがファストモードですね。アニメなしで結果表示されます。どうだ。お、エルフがしっかり街を守っている。さあ、ゴブリン、グリーン部隊と南で衝突してますよ。これいいね。全軍南に行ってくれたら我が軍のね、中央の湖の小国は攻撃されないんでね。ジャイアント2発。文句。うわ、もうゴブリン、ハッピー、エルフの3組は卒業した感じだね。どんどん作りますね。それとね、もう一つ重要なこと、舞台の数なんですけど、最大舞台数が32という縛りがあります。これがね、まあ、ファミコンの時とから継承してるんですけど、絶妙なんですよね。32っていうことで、あんまりファイターばっかり作りすぎると最大舞台数に到達してしまってっていうことになるんで、まあ、バランスが大切っていうことですね。資金に余裕があったらね、高価なお金で雇ったり召喚した方がいいんだよね。その辺の自分の国の資金力と踏まえながらユニットを作っていくっていうね、ことが大切ですね。かっこいいこと言ってますけどうまいことできませんよ、なかなか。現時点の課題をね、に対応したユニットたちを作る。そして何といっても醍醐味は人族のクラスチェンジだね。これ文句を育てたい。この文句が生死の我が軍の鍵を握る。あっちゃあちゃあ、3体もやられた。レベル1個上がった。レベル5、序盤で早くもレベル5。ハーピーが苦手なんでね、レベルが上がりやすくなってる。この全マップの全ユニットの中でうちの文句が一番レベル高いね。レベル5。
ジャイアントにフォローしてほしいな、あれ。洗浄しました。気を抜いたら文句やられるからね。あ、ハーピー食料がなくなってますね。このハーピーもう逃げる、逃げられないからって言って戦って自滅。エルフに攻撃しぬてはいけないよね。さあグリーン初戦はレッドになんか押されてる感があるね。なんでしょうか。文句2体作って何に使うっていうか、ソーサラー1体と。ハッピー飛んでいく。基本北に向かう感じだね、みんなね。いいんじゃないの。ジャイアントと、あ、さらにソーサラー。いや、資金力が潤沢だ。さあ、2900。我が軍もお金貯まってきたよ。あー、城に入れないこのターンは。そうですか。占領。そしてファイターたち、ここ2つ取っときたいけどね。あの見つかるか、あのハーピーにね。どうしようかな。ここも取りたいけどね、やめとこうか。死んだら元も子もね。どうする、ここ取るか。でこれ町入っとこう、こうしとこう。そして、あ、このターンで終わりって言ってくる。結局やってますけどね。もう一旦やろう。回復してるから攻撃しようかな。ジャイアントが先に攻撃して、その後モンクが攻撃。一体倒して、ジャイアントレベル上がりました。攻撃。もうゴーレム作れないから攻撃だ。よっしゃー、これレベル上がるでしょ。2位、レベル2つ上がってレベル7、無傷です。やりました。状況を見ておきましょう。町の数10、11、8、8。おー、レッドがやっぱ強いんだ。うん、レッドが強くて我が軍がまあその次ぐらい。でも我が軍戦力ほぼないでからないからね。いやー、この早くお金貯めてる、貯まってるお金を一気に使いたいね。ということで今回はここまでにしたいと思います。あ、それからね、四角ボタンを押すとこんな感じで敵のまあ隣に行くとね移動できないとかあるので、効果範囲ですね、効果範囲が見れます。全体マップって見れなかったかな。通常マップ違うな。見れなかったのかな。そうだよね、他にマップないもんな。なんか忘れてる操作あったらコメントで教えてください。それでは次回も1時間たっぷり、次回こそなんかワクワクするよね。キングが城に入って一体私は何を、誰を雇って何を召喚するんでしょうか。お楽しみに。さよなら。